テレジア・クリスティアーネ・フォン・ザクセン・コーブルク・ウント・ゴータは、ザクセン・コーブルク公爵家のカトリック系文家コハーリ、公爵家の公女。ザクセン・コーブルク・ゴータ公子アウグスト・レオポルトと、その妻のオーストリア・トスカーナ大公女、カロリーネの間の、第六子、三女として生まれた。正式な洗礼名は、テレジア・クリスティアーネ・マリア・ヨーゼファ・エグナティア・ベニーツや、ミハエラ・ガブリエレ・ラファエレ・ゴンツガデ、 キーババのブラジル皇后テレザ・クリスティーナにあやかって名付けられている。テレジアはブラジル皇帝ペドロ2世の次女レオポルディナの11人の孫たちの中で唯一ブラジル国籍を保持し旧ブラジル定位請求権を放棄しなかった。女性ながら一時はブラジル定位請求者として活動した父の後継者となった。彼女の子孫は旧ブラジル帝室の一文家サクセコブルゴ。 イブラガンサ家をなしているとみなされ、レオポルディナミコの姉イザベル王女の子孫のうちの有志格者に次ぐ定位継承権を主張している。1930年10月6日にザルツブルクでラモラルフォンタクシスボルドーニャバルニグラ男爵と結婚し、マニ4人の子女を設けた。子供たちはタッソデサクセコブル語、イブラガンサというポルトガル語の複合性を名乗った。 長男カルロスは1973年ファガーニャのビラルタ城を購入し、一族の本拠は道場となった。ありがとうございます。